どうも、しげしげです。本日も無課金サバーカしげパズやっていきましょうということで、本日は、メインアカウントの動画に引き続きまして、仁義流物語ガチャを引いていきたいと思います。その前にですね、魔法石 8個オア80個ガチャありますので、こちらからいきましょう。これの引き次第で仁義流がどれくらい引けるかが決まってきます。80個ください。そのメインアカウントの動画でも言ってるんですけど、まだあのメインアカウントシゲパズ合わせて80個1回も引いてないんですよ。だから80個そろそろ出てくれてもよくない？8個だよ。なんで？なんで？頑張ってるよ。めっちゃやってるよ。やってるんだけどな。なんで？なんで80個くれないの？80個ください。よろしくお願いします。さあ、これが今日の分、さっきのが昨日の分。8個、まず8個ね。こっから。なんでもらえないんだけど。もうダメだわ。終わった終わった。はい、ログインのガチャ引いていきましょう。お願いします。ダイヤ。しんどい。ああ、オッケー、欲しかったやつ。このシゲパズはやっぱりね、狙いというか欲しいやつを絞っていかなきゃいけないんですけど、ポロネはとてもいいですよね。もう何回も解説動画でも言ったし、メインアカウントの動画でも言ってるんですけど、この8ターンでダメージ吸収と属性吸収無効化っていうのはめちゃくちゃ優秀ですよ。この子バランスタイプだし、チーム HP 強化も持ってるし、追加攻撃も L 字も持ってるし、で、なんならリーダースキルランク経験値 1.5 倍だし、どんだけ1体で仕事するのっていう感じですよ。まあそんな感じで、今ユーザー情報の購入履歴をお見せしてから石を使って引いていくわけなんですけれども、6回行きたいと思います。結構行くよこのガチャに関しては。でのまあ1回目のガチャだからっていうのもあるんですけど、だいたい1体は持っておきたい性能をしてるので、ここで行きます。まあ万が一ダイヤとかが出てしまった場合ですね、神タイプのモンスターいいのいますので、まあ闇カーリーとかも含めですよね、かなりいい感じの運用ができそうな感じは頭の中でしてるので、ダイヤとかね出ちゃったらね、いいよね。いきましょう。魔法石ガチャの無念をここで晴らす。まあ結局だから、その80個引いて8回引いてダイヤが出るとも限らないじゃないですか。でこの1回でダイヤを出せば実質80個分ガチャ引いてるみたいな。ほら、おっしゃ、うわー、おっさん。リアクションすいません、おっさん。あー、女の子欲しかったな。おお、でも強いんですよこの人。この人ね、もうね、火力特化というか、まあ、あの変身、18ターンで変身できますと。で火と木が落ちやすくなるんですけど、変身後がこちら、ウェイが 1,2,3,4,5,6,7 のバインド耐性持ちの封印耐性持ちですと。で10ターンで使えるスキルでダメージ無効を貫通、全ドロップを引き回復に変化。でリーダースキルが体力タイプ、まあ本当にゴリゴリのおっさんパーティーができそうな感じはするんですけど、全パラ2倍毒ダメージを無効化。毒ダメージ無効化ついてるやつって大体強いんで、まああのそんなにいないんですけど、遊戯がめちゃくちゃ強いように、毒ダメージ無効化は本当にあの毒ダメージ、毒ドロップ対策をしなくていいっていうところで、アシストの枠とかも結構空いてくるんですよ。そう、気にしなくていいからね。で、非機の同時攻撃で攻撃力が10倍固定100万ダメージということで、結構、うわ、これは早速育てて使ってみた動画を、シゲパズの方で上げようかなって思ってます。はい。いや、いいじゃないですか。言った通りじゃないですか。今ので、だって、ね、ガチャ8回、引いて今のが出るとも限らないわけであって、1回で今の出したってことはもうつまりそういうことですよ。やった、一気にテンション上がったけど、おじさんか。あら、ダイヤ、え、すごくね。オッケー、強いよ強いよ強いよ。リータ、さっきから同じ言葉しか言ってない。リータは、変身するとこれですよ。お邪魔 100% 持ってる上に6ターンで使える3ターンの軽減と3ターンのエンハンス、素晴らしいよ。リーダースキルも強いし、やった、このアカウントでこれ引けたか、よっしゃ。っていうか今メールは金だったけど、魔法石使ってからダイヤしか出てないよ。
あるよ。あと4回あるよ。行こうよ。ダイヤ行こうよ。3連続ダイヤ行こうよ。ああ、それはないか。望みすぎた。あ、オッケーオッケーオッケー。まあ、2体は置いといていいかな。うん。だってスキブが2で、2ターンヘイストだからね、スキル。まあ、悪くはないんじゃないでしょうか。まあ、並べなかったとしてもね、潜在の付け替えだったりね。さあ。ああ、ダイヤ使い切ったか。ダイヤ運。はい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 。この木のキャラは3ターンで、変身を繰り返していくキャラになります。半減とエンハンス、あと2回いくぞ。あともうちょっとダイヤ欲しい。もうちょっとダイヤください。よろしくお願いします。はい、さあ、よし来い。よし、やばー。いやー、動いてるよ。すごいよ。すごいいいよ。エレメイさんね、メインアカウントのガチャ動画、まだ見てない方はぜひ見てほしいんですけど、エレメイさんめっちゃ出ました。はい。まあでも、普通に優秀な性能してるので、全然いいですよね。まあ、この操作負荷耐性を素で持ってるっていうのが、良くもあり、悪くもありっていう。かぶっちゃったら、こう、並べた時に、そこの分の覚醒が、若干もったいなく感じるというかはあるんですけど、全然あり。え、すごくない？ 2% 2体引いてるよ。これはもう石80個出たと思っていいや。はい、ラスト頼む。あー、金ね、持ってないの。あー、持ってるわ。ありがとうございます。いや、全然勝利ですよ。これは勝利です。完全に勝利です。グレゴリーでしょ、エレメイさんでしょ、星7を2体確保できた上に、まあ星5の強いやつ、そして、こっちか、星6の強いやつを確保できたので大勝利です。ちょっと一旦グレゴリー一派がどんな感じになりそうか組んでみたいと思います。体力タイプですよね。体力タイプ、間違った。体力タイプだから、あ、一旦ここ崩していいか。違う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 、グレゴリーさん、体力、体力ソートですね。お気に入りの体力ソートで見ると、あー、なるほどなるほど。あ、ソニアとか入ってくるんだ。でもあれだよね、リーダースキル的にはひいきの同時攻撃だから、ひいきのキャラをなるべく入れたい気持ちはあるというか。覚醒稲姫いいじゃん。ニコンボカさん、まあ、バインド覚醒無効状態3ターン回復、こっちの方が汎用性は高いか。で、まあ無難にヘリオスとか入れながら、エンハ枠、エンハいる？いらないんじゃない？だって10倍入れるでしょ、で全パラ2倍でしょ、で固定ついてるでしょ。まあフレンド、グレゴリーの相性のいいフレンド誰だろうな。76とかにしたらね、スキルもまただいぶ活かせるし、ヒーキー回復、何がいいんだろうな。あ、超転生レイランだわ。すごいわ、火力出るわ、コンボ強化でしょ。はい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 、うわ、いいわ。ヒーキー光変換でしょ、超いいじゃん。あ、え、待って、覚醒閻魔入ってくんの、めちゃくちゃ相性いいじゃん。ヒーキーでしょ、ちょっとすごいよこれは。まあ、ゼラとかも体力持ってるけど、スキル的にあれか、火がないからっていうやつか。あ、体力結構いるんだな。まあ、2色のリーダースキル縛りがあるので、火気変換をちょっと多めに入れたい気持ちがありつつも、組めなくもなさそう。あ、え、待って、黒百合入る、黒百合入るな。全パラ2倍だからさ、 HP もさ、あれでしょ、で体力タイプだから回復少ないっていうか低いじゃん、14って14だから。あー、なるほど、見えてきたな、見えてきたな。まあ、この動画ではしっかり組み切れないとは思うんですけど、まあこんな感じでちょっとグレゴリーパーティーを考えて後でお披露目したいと思っておりますので、ぜひ
メインアカウントと合わせてこちらのシゲパズの方も何卒よろしくお願いします。とてもいい感じですね。シゲパズで弾けなかったモンスターをシゲパズ？メインアカウントで弾けなかったモンスターをシゲパズで弾けたのでとてもいい感じですね。グレゴリーのパーティーを考えて、次の動画で紹介したいと思いますので引き続きこちらも応援のほどよろしくお願いします。メインアカウントの方の動画でも言ってるんですけど、使ってみた動画いろいろと上げていきたいと思っておりますのでぜひチャンネル登録をしてお待ちください。よろしくお願いします。本日は以上です。さよなら。